再来聚焦国际。2022年中国北京冬季奥运会将在今晚8点盛大开幕，但日本却有将近50名示威者聚集在中国驻东京大使馆前游行示威，抗议中共政府无视人权问题，对民主压迫、种族清洗的行为毫无悔意，没有资格举办象征和平的奥运会。チベット、南モンゴル、香港、ウイグルで大変な弾圧を受けて、毎日たくさんの方が苦しんでいる中で の中国でのオリンピックは反対ですので、今日ここに来ました。オリンピックは平和の祭典ですから、これはその資格のある人間たちがやる分についてはこれは問題ないと思うんですけど、中国共産党、中華人民共和国にですね、その資格があるかどうかは大いに疑問のあるところだと思います。今天参与游行的包括目前居住在日本的维吾尔族人、香港人、蒙古人等等，他们高举布条，用扩音器高声呐喊：“北京停止维吾尔族种族灭绝，没有资格举办北京奥运会。”现场也有警方维持秩序。早前，美国、英国、加拿大、澳洲、丹麦等国家已经摆明态度，进行外交抵制，不会派遣官员参与北京冬奥会。